お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、世界大会がね、まあ、終わりました。そして、マルチのねシーズンも、リセットされ、そして新カードもね出ましたと、まあ、すごい忙しい状況ではあるんですけど、まあ、世界大会のことをねちょっとまあ話しつつね、新カードを触れれたらいいんじゃないかなと思います。というわけで、このマザーネクロマンスターというウルトラレアがね出ましたで、チャレンジがね今来てます。新しいウルトラレアカードアンロックしようというようなチャレンジが来てますので、ぜひねこちらをチャレンジしていただいて、ゲットしてみてくださいというわけですね。で、まあ、簡単にまあ多分皆さんが気になるのが強いか弱いかだと思うんですけど、弱いらしいです。僕はあのまあ下の上ぐらいだ、下の中の上ぐらい、まあ、下の上ぐらいかなと思ってるんですけど、まあ、弱いじゃねえかって感じなんですけどまあ使えないことはないと思ってというか、まあ可能性が感じてて、あのちょっと見てほしいのがあるんですけど、マジでねこう結構やってて新カードどうしてもなんかね弱いって言われてるものの、諦めきれなくていいデッキっていうかね、この試合をちょっと見てほしいんですけど、この、まあ、このカードを説明しますと、まあ、単体攻撃なんですよね。で、攻撃をしたら、そのユニットに呪いをかけますね。で、呪いをかけたら5秒間呪いが続いて、まあ、呪いがかかってる間に、こんな感じですね。毒みたいな感じで呪いをかけるんですけど、この間に、相手のユニットを倒すと豚になりますというような、豚って、急に豚って感じなんですけど、まあ、そういうような性能なんですけど、で、単体攻撃ですね。言ったっけ？で、ここをね、僕はすぐ見てほしいんですけど、こう、一生豚にするんですよ、スケルトン部隊とか。そしたら、これにね、ディガーとかを組み合わせると、全部残っていくんですよね。で、残って、こう、豚がね、気づけばもう10体近くみたいな。こんなことって、普通ありえないじゃないですか。でも、こう、ありえないことが、まあ、起こる可能性があるというか、ありえないことを起こせるっていうのは、すごいこう、可能性に秘めてるカードだと思うんですよ。ね、だってありえない、ミニペッカが5体出てくるとかありえないじゃないですか。なんかありえなさすぎるんですけど、なんか本当にまあなんか今豚がねめっちゃまあ10体近くとか、普通だったらありえないことがこうまあ起こせるというのは結構こう可能性に秘めてるカードだなと思ってて、個人的にはまあありなんじゃないかなというような、まあああいうのを経験するとちょっと病みつきになっちゃうというか、なんかそういう部分はね、まあ、ありますよと、まあ、いうところでね、新カードのことちょっといろいろ話したいんですけど、まあなんか世界大会もあったんでね、まあそのことも軽く、まあ本当にも軽くぐらいですね。まあ結果から話しますと、まあ、ほとんどの方知ってると思うんですけど、ポノスはね、僕の所属してるチームは世界なんと3位にね、なることができましたよというところで、パチパチパチですね。いや本当に、3位、まあ、悔しいですけど、まあ嬉しいかって言われると嬉しさはそんなないですけど、正直。まあですけど、いや、これちょっとやべえかな。こう、まあ優勝したかったですけど、優勝目指して、みんなでね、監督、アナリストも選手全員でね、マジで頑張って、まあ3位になれたので、まあそこにもうこう、どうこうっていうのはないですかね、もう、はい。逆にこう、そのメンバーでみんなで、こう一つのね世界一に向けて、まあ、頑張れた時間とか、まあ、そういうのはすごい楽しかったですし、まあ、苦しい時期もあったんですけど、まあ、そういうのを乗り越えてね、こうみんなでこう目標に向かって頑張れたのは非常にね、なんかいい時間だったなと、貴重な時間だったなと思いますね。多分一生忘れることはないぐらいだとね本当に思ってますっていうのはありますね。で、まあ、その中でも、まあ、チームがというよりかは、まあ、僕自身が結構こう全然ダメな時期とかこう、まあ、苦しい時期がすごいあったんですけど、まあ、そんな中でもねこれ本当に、あ、舞台になっちゃった本当にこうマジでコメント、皆さんのコメントとかの、僕の視聴者温かすぎるんですよ。てかめっちゃ温かくて、そう本当に本当に温かすぎて、まあ、そのおかげでこう、まあ、なんとか、こう、苦しい時期もありましたけど、乗り越えることもできて、僕、メンタルクソ弱いんでね、はい。まあ、最後ね、こう、やり遂げることができたっていうのもね、本当にあるので、マジで皆さん、こう、応援ね、
ポノスもですし、まあ僕もこともですし、応援してくださった方は本当にね、皆さんありがとうございましたというところで、舞台になっちゃえタイムですね。まあ、このスケルトン一体一体呪いをかけて全部を豚にしていくと、まあ最近ですとね、こうアニメでね、呪術廻戦っていうね、まあ呪いのね、お話のアニメも流行ってますけど、まあ呪いのね、時代でしょうというところで、皆さんもぜひね、進化の使ってみてくださいというわけで、本当に世界大会も応援ありがとうございました。すごい話がごっちゃごちゃなんですけどね。まあそういうことでございますよ。よいしょ。はい、というわけでね。まあとりあえずオフシーズンになるので、まあ、YouTube 投稿しつつ、まあなんか生放送とかもこうリーグちゃんもできませんでしたし、結構できたらいいんじゃないかなとは思えてますね。まあなんかゆったりちょっとね、はい、年末年始は過ごせたらいいかなとは思ってます。いや待って、みんな気づいた？強くね？マザー、ママ、ママカードだって、さっきスケラを受けたのもめちゃくちゃ優秀でしたよ。気づいてました？これザッピーにもハイブーツ、本当にみんな全然、ね、分かってないかもしれないですけど、鬼強いですよこいつ。あー、なんか相手もなんか鉄壁だな。でこのここで、ね、ちょっと溶かしちゃいたいですね。トリトンで引っ張って呪いをかけてハンターで処すっていうのが一番いいねサイクルなんですけど、呪いがいねえ。大事な呪うカードが消えちゃった。でもここでトリトンが引っ張ってこう呪いをかけて、さあよいしょ、舞台になってからの、いやこれだって今のこの僕の試合見て、この新カード弱いっていう人一人もいないんですよ。けどみんな新カードが弱いって言うの。お、待って待って、来た来た、え、違うか、俺が求めてるのはウルトラレア宝箱ではない。あー惜しいですね。このメガライトニング宝箱は僕は多分今4つ集めようとしてるんですけど、惜しいやつが降ってきましたね。もうまあチクチク開けちゃおうかな。はい、という風な感じの新カードでございます。まあ、なので相手が単体だったら単体攻撃が多いと全然活躍しない。まあ、ですけど、まあ、相手がこうスケラだったり、まあなんか小物系相手だと超大活躍みたいな、まあそういう風なカードですね。なのでホバリング法とか、まあ、なんか活躍するときは活躍するし、しないときは全くしないみたいな、こう結構癖があるカードに近いんじゃないかなと思いますね。まあ僕そういうなんかこう偏ったカードって言ったらあれですけど、ちょっとこう癖があるカードがすごい好きなので、このママのこともね、愛して愛して、まあ、ラットのお気に入りカードってママだよねみたいな、はい、まあ、そんな感じでねなるかもしれませんねという感じですね。はい、で話本当にコロコロ変わってすごい申し訳ないんですけどって言って話すこともそんなないんですけど、まあ、世界大会最後3位、全部本当は惜しかったんですけど、準決かな、負けたのも。うん、まあ 2v2 と僕 1v 今回も両方出たんですけど、まあキングオブゼ KO1 ですかね、 1v1。 まあ 2v2 は僕ら結構2試合で多分2試合勝ったんですよ。そう、いやそれはね非常にこう嬉しいですね。 2v2 のあのセット取れた時のよっしゃっていうあの感じ、あの時のね感じはマジで最高なんですよ本当に。そう、ライキさんとハイタッチする瞬間がマジで最高なんですけど、まあ、2V 勝てて、まあ、本当に良かったかなと、まあ、いう部分もありつつ、あの 1V 今1回だけね KO1 出たんですけど、あ待って、相手もママだ、さあどっちが本物のママ使い、エリゴレママだ、エリゴレママ、待ってこれやべえか、やば、もう大カウンター来る、ちょっと待って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 、やばーい、やばーい、いやでも言うて耐えれそうだな、一発、いや強い、ナイス。そう、ケチ出たんですけど、なんかまあいい、なんかそんないいプレイできたって言われるとそんなこともないですし、なんか普通に負けちゃってね、ちょっとそれだけでちょっと悔しい部分もあるんですけど、
まあまあまあ、その話したかどうかも覚えてないんですけどね、さっき。まあ、本当に初めての世界大会ね。こう、まあ、世界大会出れてよかったなっていうのはすごいありますね。ずっと出たかったんですよね。そう、ずっと出たくて出たくて、初めて出ることができて。まあ、それがこう、オフラインだったっていうのは、気持ちね、なんか、悲しいというか、悔しいというか、そういう部分も若干ありますけど。あ、オンラインか、オンラインだったのはね。どうせならね、あのステージでとか。まあ、言い出したらキリがないですけど。いけー、ブータ。いや、これによってキングも狙える。この豚よ。マジで。そんなことある？ほんとに。しかもこの間にリーガーが頑張ってる。で、僕はこの間に防衛を固めるというところですね。よいしょ。いや、これ強えなぁ、このデッキ里は。マジで、このデッキ僕が考えたんで、ぜひね、勝手に使っちゃってください。やばい、耐えて。いや、この後、めっちゃいいヒーラー、それは。いや、でも耐えれるんじゃない？これ、いやー、耐えれそう。耐えれる。耐えたが、ファイボで、いや、ファイボじゃ削れない。待って、舞台になれ。お前ら舞台になれ。いや、気持ち時間稼ぎするだけで相手は、あ、舞台になっちゃった。ちょっと待って、本当に舞台になっちゃった。おい、ナイス、舞台。しかもこの CHN ゾディアークみたいな人は結構ね、40ドロ。この前半で、前シーズンちなみにグロね、220リーでしたね。だから8000リーチまで行ったんですけど、なんかリーチから、あーって感じ。まあでも言うて、損害で終わってても本当90位とか80位とか、まあそんなんで、全然そんななんですけど。うーって感じではありますね。まあ本当にでも、シッカード見てる限り、今んとこはマジで全然使えると思うんですよ。本当に。なので、他の YouTuber さんが、シッカード弱いとか、全然使えないとか、弱すぎとか言ってますけど、あれですからね、嫉妬してるんですよ。このシッカードがウルトラレアで、こう、チヤホヤされてることにね、嫉妬されてるんで、嫉妬してるんですよ、今。なので、強いですから、このカード。はい。まあ、強いか分かんないですけど、用がないですからね。すぐこう、なんか保険をかけていく。よいしょ。さあさあ、まあ、可能性があるカードって言っとくとね、一番いいかもしれません。さあ、で、まあ、ここのハンターとかにファイブ打つと、僕のもうマザーが生きてくるよねと。まあ、今回相手がジャイなので、こう、なかなかマザーの活躍する場面も少ないかもしれないんですけど、まあ、ジャイスケラとかだったら話は変わりますけど、ジャイスケラですし、ジャイボンバーだな。さあ、豚を作っていくよ。豚を作るが、待って待って、豚を作るが、あの、ボンバーに処されるのマジで嫌なんだけど。やばくない？相手も笑っちゃってるもん、これ。豚除去係の人みたいになってる。やべ、ぼーっとしてた。あ、豚になっちゃった。まあ、このカードによって、スケラ系は気持ち楽になるかもしれないですね。気持ちね。よしよしよし。まあ、トリトン出して、ジャイ来たら、もう速攻溶かすイメージですね。来るかな？一回ケツから。で、後ろに、ボンバー来たら速攻ファイブ、スケラ撃たれたらもう、マザー。すごいっすよ、こいつ。ママ。使い方次第でマジで化けると思うんですけどね、個人的に。相手これボンバー出す位置がむずいぞ。さあ来た。これさ、ほら、豚。しかもこれボンボ押さえたでしょ。で、これでディガーを組み合わせることによって、全部豚がミリ残りでもう残るんですよ。いけ、新カード、豚ラッシュ。ほら、強いでしょ、これ。これはみんなは弱いって言ってるんですよ。やばくないですか？あれ？俺がおかしいのか？誰がおかしいんだ、これは。あ、ジャイいらないっすね、これ。ジャイとか出して攻めようとするからダメなんですよ。マジで。うわ、すげえ。可能性しかないっすよね。
や、これは 5G てぇな。いや、これちょっとやべえな。こうなるとちょっとやばいですよね、本当に。冗談抜きで、だってここから生まれた豚が全然活躍しないんですもん。こっから生まれた豚はもうなんぞやって感じなんですよ。あ、待って待って、あー、お、耐えた。いや、待って、これ耐えるでしょ。もうこれ耐えなかったやばいもん。オーケー、ナイス、ブレイ。いや、まあ、スケラに結構優秀ですね。自然にカウンターなって、そこにディガーだったりジャイをつなげるっていうので、だからこのカード単体だとやっぱ輝けないかなというような感じなんですけど、このカードプラスのディガーとか、まあ、軽い盾かな、ゴレとか、まあ、エリゴレとかもまあないことはなそうですけど、まあ、軽い盾、まあ、ジャイ、ディガーと合わせるとすごい活躍できるんじゃないかなと思ってますというところで、まあ、動画の最初かな、今言ったんですけど、本当にこう応援してくださったね方々ありがとうございました。これからもね、頑張っていきますという感じで、ぜひ新カードもね、使ってみてください。それでは、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。